1> 第1部最後の発表をさせていただく京都大学の曽我部と申します、えっと、多分インタラクティブセッションを待ち遠しい方が多いと思うんですがもうしばらくお付き合いいただければと思いますと。私自身は生命医学の分野で研究をしているんですが生命医学と情報学の間に橋をかけてイメージング技術と呼ばれている生命学の技術なんですけどそれの限界っていうものを突破するという課題に取り組んできました。 えっと、イメージングに必要なツールとしてあるのがこの顕微鏡っていうものなんですが顕微鏡っていっても一口には入れてなくていろんな例えば皮膚を見るための顕微鏡だとか細胞を見るためのもしくは分子を見るための顕微鏡などいろんなものがありますで私が普段使っているのはこっちにある二項指令機顕微鏡と呼ばれているかなり大型な顕微鏡になりますこれで何をしているのかというと生体内ライブイメージングというのをやっています この生体内ライブイメージングというのは私たちの体の中を生きたままの状態で、えっと、内部にある細胞っていうのを観察するという技術ですで普段私は筋肉の再生をっていう生命現象を扱ってるんですけどどうやって筋肉が壊れるのかどうやって筋再生が起こっていくのかっていう生命現象の実際を捉えるということに挑戦していますただその実際の観察を行っていくとその難しさ その限界に直面しましまたどんな問題があるかというと例えば観察にはレーザーを当てる必要があるんですがレーザーをずっと当て続けてしまうと観測したいシグナルが消えていってしまうという問題がありますでそれを防ぐためにじゃあ、えっと、それを防ぐための撮像を行うと今度はきれいに細胞が見えなくなってしまうという問題が起こったりしますその他にも生命現象というのは長いスパンで起こっていくものなので 撮影時間が長くなればなるほどデータのサイズっていうのが大きくなってしまって扱いづらくなってしまうという問題点がありますそれを解決するために私が用いたのがスパースモデリングと呼ばれる技術です詳細はポスターでお話しさせていただこうと思っているんですが、まあ、簡単に説明するとこれまですごく丁寧に撮影してきたのをもう諦めて間引いて撮影してきます ただ間引いてしまうと細胞がきれいには見えないのでそのきれいに見えないのをスパースモデリングを用いて補ってあげようというものですでここで使うのが顕微,鏡画像顕微鏡画像が持っている特徴的なスパース性ですでそれで実際保管を行っていくとどうなるかというとこれが従来の撮像方法で撮ってきた筋肉の、えっと、顕微鏡画像になります、えっと、ここにある 緑色の小さいのが筋肉の細胞なんですが周りのノイズに思われて中身の細胞っていうのはあまり綺麗に見えないんですねなんですけど実際そのスパースモデリングを使ってあげるとここまでノイズを落とすことができますなのでこういうところにある細胞の細かい形態っていうのも綺麗に見ることができるようになりますでただ綺麗に見えるだけではなくて他にもいろんないいことがあります で間引いて撮像するっていう前提なのでもちろん撮像時間が短くなりますで像時間が短くなるということはレーザーを当てる量が減るのでまあ傾向の退職っていうのを抑えることができより長い時間細胞を見続けることができるようになりますでさらにあのデータサイズも小さくすることができるのでより簡単にデータを扱うことができるようになりました まとめますと、これまでの従来法では生命現象というのを長時間見ることはできなかったんですが、スパースモデリングを用いて、これまで見えなかった長期間の生命現象というのを見ることが可能になるためのソフトウェアツールを開発したというのが、a c t イ期間中のにクリアしたことです。まあ、今後はもっとより深い生命現象というものを見るためのツールを開発していきたいと考えています。ありがとうございました。 小様ありがとうございました。